アニメ、ドラえもんドラえもん役などで知られる声優、大山のぶ代さんが9月29日に亡くなった。90歳だった。11日、所属事務所が発表した。これを受け企業、ファンが SNS を通じて追悼し、X ではドラえもんのワードが世界トレンド1位になった。ドラえもんが会社の顔になっている。小学館の雑誌、テレビくん公式 X は、女優、声優の大山のぶ代さんが9月29日に90歳で、逝去されたそうです。50年代から活躍。声優としても、ブーフーウーのブーハリスの旋風の国松、無敵超人ザンボット3の神勝平などで活躍。特にドラえもんのドラえもんは25年以上演じ、親しまれました。謹んで哀悼の意を表しますと追悼。